こんにちは。センターCLRのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第20回を始めたいと思います。よろしくお願いします。さてさて、次ですね。この辺の方ようやくやりましょうか。前回までで、まあ、分岐で if ができたので、まあ、多分他のものも結局ブランチ命令に落ちるので、何らかの形で、ブランチ命令が発行されればそれでうまく動くでしょうという話で終わりましたね。まあ、あのブランチ命令他にもあの br true とかですね、あのなんかいくつかあったと思うんですよ。で、まあ、それら全てをいずれあのいつかは網羅しなければいけないですけど、まあ、今はもうちょっとね、あのそういうの全部実装した後で根本的に構造がまずかったっていう話になると痛すぎるのであのちょっとその辺は置いておいて、さらにあの別の方をあのサポートして、全体的なね、あの IL2C の構造としてなんかこれでいけそうだっていう確証をもうちょっと得たいですね。なので、違うところに着手したいと思います。まあ、とは言っても、8/16bit 整数は、前回の最後で説明した通り、まあ、単に、あの、今まで通りのものを付け足すだけだからいけそうだと。で、まあ、あと、フロートダブルは、多分4回ぐらい前に説明したと思うんですけれども、基本は、あの、イントとかロングの対応と同じなんですが、あれをビット演算で計算するだけではダメかな、やりたいのはビットコンバーターで、あの、その2シングルとか2ダブルとか、あの辺の呼び出しに相当することを書きたいんですが、あのクラスね、残念ながらね、あの、プラットフォーム依存なんですよね。あの、何が問題かって、IL の、あの、バイトコードは、あの、リトルエンディアンなんですよ。あの、前提となっているのが。なので、値を取得する場合は常にリトルエンディアンとして取得しなきゃいけないんですけど、あのビットコンバーターってそのプラットフォーム依存の方法で取り出すはずなんですよ、確か。なのでビットコンバーター使えないんですよね。一番最初の実装ではビットコンバーター使ったと思うんですけど、途中であの IL コンバーターを再実装した時にあの手動で、演算するようにしました。で、それは、あの、int8、int16、int32、int64 と同じ方法でやれるからいいんですけど、そのフロートとダブルはね、計算が、真面目にやる方法ってどうなのか、実は僕よく知らないです。あの、不動小数点演算のこと、IEEE ナンバーみたいなので、多分決まってると思うんですけど、知らないので、知らないので、そのあたりをちょっと調べなきゃいけないっていうのが多分課題としてありますと。あのビットイメージで再評価すればいいとは思うんですけど、IL にそういうコードを出力する方法がないかな。 C で書けば簡単なんですけどね。あ、それヒントかな。 C で書けば簡単なのかな。あ、まあまあいいや今あの頭の中で考えててもしょうがないので、まあとりあえずはじゃあ8/16bit整数対応するようにしましょう。ブールはもう OK ですね。はい。で、8とか 16bit 整数か、なんかテストを1個追加しますかね。このテストもあれですね、あのこのC シャープのソースコードからロズリン経由で間接的に IL を取得してっていう方法にも問題があることはだいぶ前に話したんですが、ここのテスト増えてくるとね、また直すのが大変なんで、早いうちにこのテストについても、あの、IL レベルでなんかテストが可能になる方法をちょっとやる、あの、やらなきゃいけないことが出てくるような気がしますよね。今でもあの、ブランチの種類とか、C シャープでどういうコードを出せば、なんかどういうあのブランチ命令になるかっていうのがよくわかんないんで、IL スパイで眺めてみた結果、この命令が使われてるからこれに対応しようみたいな感じでやってるので、それだと泥沼になっちゃうんで、これテスト段階ではいいけど、もうちょっと進めたら、全部をちゃんと網羅できるように、IL でテストできる方法をちょっと考えないといけないですね。まあ、それ課題です。ですが、まあ、今は、じゃあ、まず、イント8、8ビッ
ットの値をそのテストできるようなそういうテストコードをここに追加しますか。まあ、この上にでも足しますかね。int8 メインボディ。ああ、これでも難しいですね。1と2とか書くじゃないですか。これ、C シャープで書くとバイトリテラルを表現する方法ってなかったような気がするんですよね。なんか変なもん出てます。消しておきます。こうすれば確かにバイトの1と2になりますよね。で、バイトとバイトを足したら、イントになっちゃうんですよね。自動的に符号拡張されて。こんな感じで。なので、これ、ここにバイトで書いたら許されるかな？ダメって言われるかな？あ、ダメって言われますね。で、しかもなんか式の方にもエラー出てるのは、これなんだろうな。あ、これはいいのか。足した結果がバイトになってほしいみたいなことはありますね。こういう感じで。これどういうコードなのかな？コンブ i1 とかあったかな？要するに型キャストに相当するのが、コンブ命令になると思うんですけど、これ LDC i41 とかやって、その後コンブ i1 とかすれば、これにこうなる感じですかね。でもなんか、いまいち効率悪いですね、そのコードって。なんか微妙な感じだなぁ。まあでもこう書くしかないですね。int8 と int8 の値を足して、そして結果が int8 で、こいつも変えないといけないんですね。そして int8 の値が変えるみたいな感じになりますか。まあとりあえずこれでやって、一体どういうIL が測れるのか見てみましょうか。あと、シンプルオーバーオール by int8。サメーションテストと。で、int8 メインボディで変換します。かなり予測できないですけど、これが int8 の値が返ります。で、名前は int8 メインボディです。この辺がね、全然わかんないですね。まあ、動かしてみて確認しますか。まあ、その前に IL スパイで見たらいいですね。はい。まず、ビルドします。と、まあ、テスト増えますね。これは走らせても多分エラーが出ます。まあ、出ましたね。データ内容を見ると、インバリッドプログラムシーケンスエクセプションなんで、まあ、なんか、結局オペコードの対応は足りない。IL コンバーターが足りないみたいな感じだと思います。じゃあ、こいつに対応する IL がどうなっているかを見てみましょう。iint8 メインボディ。はい、こんな感じですと。ローカル変数4つ使ってるっていうのは今までのあれと一緒ですね。で、全部 uint8 になっていると。ここも戻り値も uint8 ですね。これ、名前が良くないですね。int8 メインボディじゃなくて、バイトメインボディとかにしておきますか。まあ、後で直せばいいですね。それから、ノップがあり、LDC i41 は合ってますね。そして、STLOCK0! それありなのか。はあ、これ、あれじゃないですか。ローカルスタックには、int32 の値がプッシュされてるんですよね。で、stlock0 ってやったらターゲットって int8 なので、切り捨てられることを前提にこれでいいっていうことなのかな。そこの部分は、CLR としては感知しないって考えるのかな。切り捨てられて格納されるって思えばいいのかな。でもこのコードを見るとどう見てもそういうことですよね。なんか嫌ですね。こういう暗黙のなんかルールというか、機械的じゃないルールは嫌ですね。まあいいや。で、次。やっぱり2を積んで、32ビットの2を積んで、そして、ローカル変数1に入れる。だからここでも切り捨てが起きますね。上位24ビットが切り捨てられて、下位8ビットだけが格納されるってことですね。それから、
ISD61 で入れます。そして LD60 と LD61 で2つのイント8の値がプッシュされて、そしてアットします。おー、いやこれ、何を言ってるかというと、アットって、あの、いくつかのパターンがありますよね。引数、入力の引数の型によって、あ、じゃあね、スタックに積まれている、あ、その2つの値の型によって、演算結果が異なるっていうので、あの、結構 IL コンバーターの、ま、周りを実装し直したんですけど、あの時想定してたのって、なんかイント32とイント64の組み合わせの、計算ができるだの、できないだの、みたいな話してました。あの表には、あの、イント8とか出てなかったですよね。見てみましょうか。どっかにないかなサブ。あ、これアットかな。これアットですね。ここの表、これ、この表ですよ。この表。この表を見ると、イント32とイント32の値を足すとか、イント32とネイティブイントを足すとか、イント32と、マネージドハンドルを足す、イント32とポインターを足す、で、イント64とイント64を足す、あとはその組み合わせと、プラス、あれですね、多分これ不動小数点演算のことだと思うんですけど、フロートの値、多分シングルかダブル両方、どちらでもっていう話だと思うんですが、イント8ないんですよ、この表に。ということはですね、無理やりそのイント8の値がもし、その、この後にかませられるとすると、それはまあ、なんか、あの、なんていうんですかね、アッド演算できないっていう話ですよね。で、そういうことは逆にできないので、逆説的に考えると、スタックに積まれてる値は少なくともイント32として扱われる。イント8の値がスタックにプッシュされていたとしても、イント32として扱われる。なんか見えてきましたね。だから、前回やったあのブールも、イント32の値としてプッシュしてるんですよ。あの、前回の実装では、あの、スタックにプッシュされた値はブールとして解釈するようにしてたんですけど、なんだけど、実際には、ブールではなく、イント32の値として解釈されるですよね。まあブールをやっぱりイント32にすべきかどうかっていうのはまだちょっとこの時点では見えないですけど、他にも可能性があるような気がするんですが、今回の例で言うと、少なくともイント8の値をイント8の値に足すっていう計算というのは、イント32の値とイント32の値を足すっていう計算に置き換える必要があります。ただ、スタックを操作することで自動的にそれが満たされているっていうことですね。深いなぁ。だから C シャープのコードで書いても、キャストがいるっていう話かもしれないですね。あの、暗黙的にそういう風に定義、あの C シャープの言語仕様が定義されている可能性がありますね。まあ、どっちが先でどっちが後かわからないですけど、つまり、ここで LDCI41、これはスタックにイント3に値をプッシュします。そしてそれが一旦ローカル変数領域のここに格納されます。ここは uint8 と書いてあるので、確実に8ビットの値として格納しているはずなんですよ。だから、この sd60 は上位24ビットを切り捨てて、ここへ格納しているはず。ここに格納しているはず。同じ流れで b も格納する。で、その後ですね、ロードロック0と1で、ここに格納した値を再び取り出しているわけですよ。で、ここの値は uint8 だけど、多分プッシュするときには、int32 に符号拡張される。でも、あの、これ、ローカル変数は uint8 ですよ。要するにバイトですよね。だから符号ないので、符号ない状態で32ビットに拡張されて、スタックに積まれる。こっちも多分同じで。で、それら同士をイント32とイント32をアットするという意味で、ここはアットされているんじゃないかという気がする。いや、今のアットの実装って、さっきの表に従って、イント32とイント32、イント64とイント64の演算を
の場合だけ処理するようにしてますよね。だからもちろんここでインあのバイトあの U インと8としてスタックに積んでしまうと多分アットのところで刺さりますね、条件がないので。なのでロードロック0とあじゃあロードロックとかするときにそのこのローカル変数領域からスタックに入れるときに両者のあ両者はいらないか、こっちのローカルのあの型を確認して必要ならば符号拡張された形でスタックに積み直す必要があるってことですね。あでしかもですよ、アットってあのイントだけなんですよね。あの U イントは扱わない。U イント足す U イント、あ U イント3に足す U イントとか定義されてないですよ。あくまでもイント3に足すイント3に、またはイント64足すイント64なので、ロードロックするときには、符号拡張された 32bit あるいは符号拡張された 64bit の値にしてスタックに、代入するようなそういうコードを生成する必要があるということです。今現状は単になんかイコールで代入しているだけですけど、そういう判定がここに必要になるってことですね。くわまあでもそれはなんかキャスト入れるとかなんか、まあ、そんなに難しくないような気がするし、そういう変換が不要ならば、変換するコードは埋め込まなければいいので、常にコストが増大するっていう話でもないですね。あなるほど。まあそして次いきますか。あコンプ U1 ってありますね。でも結局なんか前半のあのなんか代入とか足し算のところでバイトにあのソースコード上バイトにキャストしているので、あないか見えない。これバイトにキャストしたのでこの辺りでコンブ UI1 とか使うのかなと思ってたんですけど、全く使われてないですね。全く使われてなくて、単にスタックから、ローカル変数、ローカル変数からスタックに移行する過程で上位24ビットが切り詰められたみたいな感じで、アット演算した後コンブ U1 でこれ多分あの U イント8にあのキャストというか変換してるんですよね。これはアットした結果は32ビットの整数としてスタックに積まれているので、それをわざわざコンブ U1 で変換しているのはどういう意味があるのかな。ソースコード上のキャストに対応してるのか。あこれかな、ここのキャストですかね。A たす B をした後のキャストに対応してるかもしれないですね。もし、まあそうしたとして変換されました。そして STLOCK2 で、ここへ C に格納してますと。うん、だからこのコンブ U1 だけが、あの、バイトのキャストに相当してるような、そんな気がしますね。なぜこれが必要か。なんかいらんような気も、何を言ってるかというと、アットした結果、コンブしずにそのまま STLOCK にすれば、結局ここって Uint8 と定義されているので、ここら辺の流れと全く一緒で、何もしずとも上位24ビットが切り捨てられるから、なんかいらないような気もするんですけどね。なんでわざわざここだけ出るのかな。まあ、ロズリン上もなんか意図してない。あの要するに出ようが出まいが関係ないから、今はほったらかしになってるだけかもしれないですね。わかんないですね。でもまあこういうことが、こういう命令があるということは、スタックに積まれているイント32とかの値をイント8に変換する、あの U イント8に変換する必要性があるからこの命令が存在するわけですよね。実際にはスタックに積まれている値が本当に uint8 になっている必要はなくって、そういう計算をするだけかもしれないね。あの上位24ビットを切り捨てるか、符号縮小縮退するかみたいな計算が
あのこのコンブ UI U1 を実行することによってなんか意図的に引き落と意図的に引き起こされるっていうようなことを狙った命令なのかもしれないですね。ああ深いな。僕の予想ではこのコンブ U1 はなくても動くんじゃないかって気はします。わかんないけど、まあ、それもうちょっと言うならこっちにもコンブ U1 つけてよって感じですね。うん、なんかいまいちしっくりこないからつけてよって感じですね。なるほど。そしてその後、まあ仮に、スタックに uint8 の値が積まれている状態になったとします。それを stlog2 でここに入れます。あとは一緒かな。もう一度そこから出して、この無名の3番目のローカル変数に入れ、そしてまああと分岐してみたいにいつもの流れですね。大体において外してはいないですね。あの考えてた通りですけど、まさか本部 u1 が前半差し込まれないとは思ってなかったですけど、なるほど。なんかこの辺あれですね、ロズリンがあのバージョンが上がるとひょっとしたら変わるかもしれないですね。どうなんだわかんない感じですね。まあとりあえず今はねこういう出力がなされるのでこの通りにやりますか。どうすりゃいいかな。あ、名前合わせておきますか。イント8じゃなくてバイトメインボディにします。バイトこんな感じですね。そしてこの辺も直していきます。バイトメインボディにします。これは近しいやつが、イント32の例が近しいはずなので、まあ、それを元に変更することにしますか。これかな。イント32メインボディなんで、これですね。これ。こいつを、コピペで持ってきます。で、今これ int32 で定義されているやつを全部 int8 に直します。スタック、迷いますね。今の前提でいくならば、実際にスタックに積まれているものは少なくとも 32bit の値ってことですね。8bit の値が 8bit の値として格納されているということはないっていう話で、なので、ここをね、int8t にするのはちょっとどうなのかって気が、一抹の不安がありますよね。つまり IL 上は 32bit に拡張されて格納されていることを前提にうまく動いているコードが出される可能性があるので、こいつも 32bit に合わせておいた方がいいんじゃないかという一抹の不安ですね。とりあえずint8にしときます。でここら辺、合わせておきましょうね。多分この辺は機械的にこんな感じで置き換わっていきます。ここがちょっと違うのかな。もうちょっと違いますね。こうなってスタック0 int32t がいりますね。これかな。32これは at の計算結果が一旦は 32bit になるからですね。at のその計算元が32bit に拡張されるのはいつかというと、この足し算をするときに C コンパイラがこの右辺と左辺を自動的に 32bit に拡張する。そうだったかな、ちょっと記憶が
本当はここにキャストを入れた方がいいような気もなんかちょっとしなくもないんですけど、こんな感じですね。機械的に置き換えるとこういう感じです。そしてここで昆布命令があるので、昆布命令はどうなるかというと、こういう感じかな。ここでイント8にキャスト、スタックに積まれているイント32の値、計算結果ですね、こいつをイント 8t にキャストして、でスタック0のイント 8t に代入すると、これでスタックの値がイント8になったので、これをローカル2に代入が成功する。そうですね。で、もう一回値を取り出してローカル3に入れ直して、でローカル3をもう一回、スタックに積んで、そのスタックの値をイント8として返す。しかもこれ uin、 イント8じゃなくて uin と8ですね。しまった。ここら辺も全部違いますね。書きながら本当にこれでいいのかみたいな、なんかちょっと悩ましい感じですけど、それでここの足し算の右辺と左辺は uin と8、演算した結果はイント 32t に入る。まあ言われてみれば確かにそうですよね。で、スタックに積まれてる uint32 じゃない、イント 32t の値を uint8t にキャストして代入する。いいですね。uint とこういう感じですかね。いやー、これどうなんだ。なんか互換性をとって、なんかスタックの値は uint8 int32 と、まあなんか悩ましいな。今ちょっとだけひらめいたんですけど、もし互換性をとってこのスタックの値は32ビット未満にならないようにする場合って、例えばこうするわけですよね。こういう感じで全部 int32t になる、 uint8 でも int32t の値があると。60ビットの場合はね、32ビットで収まらないんで int64 とかにすればいいんですけど、でその場合でもこの、スタックのシンボル名の後ろはなんか型を書く、ちゃんとした型を出力するようにすると多少見た目的にマシかもしれないですね。実際の型は32ビットなんだけど格納される値は uint8 ですよみたいな。って自分で言いながらもう なんかどん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 可読性が悪くなるのは嫌ですね。でもこうした方があと互換性は高まりますよね。なんかさっきみたいな、なんか暗黙にこのフィールド、あでもフィールドはuint なの、そうか今、あいいのか、いや合ってますね。うん、暗黙にそのローカル変数に代入するときに切り捨てられるみたいなことを想定しているんであれば、こうしといた方がいいってことですよね。なおかつローカル変数への代入の時にはキャストが必要ならキャストを出力しといた方がいいって話ですよね。もしこういう風になっていた場合どういうことかというと、スタックはまあいいですよね。これイント 32t になるので、でこのこれでイント 32t の値なので、これをローカル0に入れるときには自動的にここにキャストが挟まる。uint 8t みたいな感じでキャストが挟まるようなコードを出力するっていうふうにすれば、確かにここでローカル変数に入れるときに切り捨てられますよね。もし IL 情報を正しく
スタックにその8ビットの値とかをあの 積まれるっていうようなことが、あでもそんなことありえないか、スタックを返してるから、ま、限りありえないですね。一旦こうしたら、要するにスタックを経由した時点でイント8とか uint8 とかいう値はありえない。8ビットの値は必ず32ビット以上になるということです。いいのかなぁいいのかなぁ。しかもこれ数値型だけですね、プリミティブの数値型で、なおかつ、int8 uint8 int16 uint16 の場合だけですね。きっとルールも int32 に倒した方がいいのかもしれないですけど、あー、IL がこれで動くんだったらそういう風に倒した方が互換性は高まりますよね。たま、あのロズリンがあの、ま、たまたまそういうコードを出力していたのは、なんか例えばバグとか、まあ、あの検討漏れだったりしてそういうコードがたまたま出ていた場合でも、現状のあのドットネットフレームワークの CLRなら問題なく動くってことですね。まあ多分ドットネットコアでもうまく動くんじゃないかな。だけどこっちへ持ってきたら IL2C で C にあの変換して実行したら違う挙動になっちゃうのはあまり望ましくないですよね。たとえ意図してなくても、どうしようね、非常に悩ましいです、ね。まず言えることはややこしすぎるので今入れたくないですねうん、今は、正しいソースコードとして出力したいですね。なのでこのスタックのローカル変数もちゃんとあの型があの合ってる状態で出したいし、まあ、そうしとけばこのキャストはいらないですよね、うん、ローカル L0N ダイニングは成功する。で、ここから取り出す、足し算をする、その結果は32ビットに符号拡張される。それは C のソースコードでもおそらく、この8ビットの値足す8ビットの値っていうのは32ビットのイントに拡張されて計算されるような気がする。もし心配なら、型が違っていたらイント 32P っていうキャストを間に挟んどいてもいいかもしれないですね。こんな感じでで計算します。その結果が結果を、コンブ UI8 ですね、あコンブ UI1 かで、uint8t にキャストされてスタックに積まれて、でそいつがローカル2に入る、まあ、このソースコードが理想的な形ですね。どうしようかな、これ本当難しいな。難しくはないけど、どっちに倒すか非常に悩みますね、とりあえず、素直な形にしますか。ここ、まあ、これない状態で出力するようにして、こんな感じに出力されるっていうことを目指して、それからもう一度ちょっと考えますか。はい、じゃあ、これまず実行しておきますね。はい、エラー出てますね。で、インバイトプログラムシーケンスなので、知らん命令がありますよと。今まだ存在しない命令はこれかな、コンブ U1 ですかね
ST ロック0とか1とかあるな。ロードロック01もあったような気がする。やっぱコンブ U1 かな。なんかさっきの例外見てみますか。なんかどうなってたかな。インバリットストアオペレーション。ターゲットインデックス3。スタックタイプがイント32。ローカルタイプもイント32。ん？どういうこと ?3? あ、これかな。ST60 かな。場所どこ ?ST6 ですね。ST6 の、これちょっとターゲットインデックスも分かりにくいですね。現在の IL バイトインデックスにすると次のオプコードを指してますね。これは開始位置のオプコードにしたいな。それできるんだっけ？ここには情報がないか？IL データの中にあるんですね。しかもラベル経由で。あんまり嬉しくないな。まあいいや。で、ターゲットタイプフルネーム、ローカルのタイプフルネーム、イズアサイナブルフロムで、セットできるかどうかを見てますね。あれでもエラーメッセージは両方ともシステムイント32ですよね。おい、じゃあ代入できるような気がするけど、なんでダメだっていうのかな。ローカルタイプ、イズアサイナブルフロム、SI のターゲットタイプ。ああ、なんかいいような気がしますね。ちょっと意味わかんないな。ちょっともう一回ここで実行してみますか。あ、わかった。ここですね。フォーマットの位置が、出力しているものが違う。そうだよ。ローカル変数の方は、バイトで定義されているはずですね。それを見てみればいい。これかな？あ、やっぱバイトですね。システムバイトになってますね。これがちゃんと、例外に含まれてないからダメなんですね。わかった。これ、is assignable from は、結局型が違うことを正しく認識していて、で、代入できないよと、そのバイトに対して、イントには型の互換性がないので代入できないっていうので、エラーを出しているわけですね。はあ、その通りです、みたいな。そうなんですよ。だから、あそこには昆布 U1 かを挟んでほしいんですよ、本当は。って言いたいんだけど、しょうがないか。このコード許されるっていうんだもんな。しょうがないですよね。イメージ的にはこういう場合にこのコードが成立すればいいってことですね。こういうコードが許されるなら成立するってことですね。もし代入互換性がなかった場合、ちょっとね、一点、そういえば昔からチラチラ気になってたけど、結局知らないことが一点あって、これが満たされるのかな。これね、is assignable from はリフレクションの、メソッドなんですけど、この式ってね、満たされるのかどうか前から気になってたんですよね。単に型の代入互換性を言ってるんだったら、暗黙の型変換はひょっとして認知してくれないような気もちょっとしてるんですよ。ちょっとこれ、ちょっと調べたい。結果がどうなるのか確認したいですね。どうなの？あ、やっぱりフォルスですね。これ気をつけないといけないな。is assignable from って、この引数に指定された型の値が、こっちの型に代入できるか、暗黙の型変換ができるかなんですけど、キャストができるかといった方がいいかな。
なんですが C シャープで同じかキャストの構文で、なんていうんですその数値 の, あの変換も同じように書けるんですよね。ですが CFR 上はそれ区別されていて、これらこの型に相互にあの互換性はないっていうことになってるんですよ。やっぱりこれ true 変えてくれるとだいぶ嬉しいんですけど、残念ながらこれ false 変えるので、ここのこの判定だけではうまくその数値対数値の代入の互換性についてチェックできないってことですね。それはね手動で判定するしかなさそうですね。なんかすごい簡単にできそうな気がしていたのに、このネタも結構深いな。これはなんか様々なところでやりそうな気がするので、 UTT に外出ししておきましょうかね。ここら辺にパブリックスタティックブール水どうしよう、イズインプリシットリーコンコンバーティブルみたいな、なんかこんな名前もいまいち自分で書いておきながらいまいちな感じはしてますけど、LHS と RHS を指定して判定させますと。で判定基準の一つとしては単純にイズアサイナブルfrom RHS ってやって、これが満たされるならもうそれで OK ですね。でこれが満たされない場合にいくつか、手動で判定する必要があって、まずは除外するためにLHS と RHS が共にプリミティブならその判定を行う、まあ、最終的には満たされないのでフォルスを返すみたいにしておきますか。で、しかもあれですね、プリミティブタイプだけじゃダメなので、ちょうど以前作ったこのニューメリックプリミティブを使って数値のプリミティブ型だというのを、両方 の, あの方が数値のプリミティブ型だということを前提にしますか。これで条件が結構絞られるので、この状態でそうですね、あとは手動でやるしかないのかな。 LHS がタイプオブ、例えばですけど同じ型だったら上の is assignable from で除外されてますね。例えば int32 と int32 だったら、まあ、こいつ true になります。なので true で、すぐ抜けるので、ここには来ないので、その可能性は考えなくていい。true になる条件だけ考えればいいので、まず、バイト、な、かつ、これ、カッコいらないの知ってて、僕はカッコカッコって言ったんですけど、RHS が、これいいですね。ソースコードで書くとこういうこと。バイト A イコール、イント B みたいな、こんな感じかな。ですね。これはいい。次に、ショート A がイント B。まだちょっとショート扱ってないんで、ショート扱うときに考えることにしましょうか。ちょっと早まりすぎですね。ここ、バイト、S バイトかな。S バイト A がイント B。これも満たされますね。さらに、バイトロングバイトでロング
ん？満たされるんかこれ。いや逆じゃねえか。逆ですよね。これは暗黙キャストではダメですよね。あれ？俺は一体何をやっているんだ？ちょっと待ってよ。あと、ああそうだ。あまりにこれの例を見てて。そうだ、イント32からこれ、U イント8に暗黙の代入が成立してるこのコードを見すぎて、暗黙に成立すると思い込んでましたが、そうではないですね、本当は。はぁ、頭痛いな、これ。この今書いている、これはインプリシットリーコンバーチブルって名前を自分で付けちゃってるので暗黙の型変換が許されるような代入全てにおいてトゥルーを返すみたいなことを考えてるわけで全然ダメですよね。これだとこういうことならいいですよね。イント A はバイトの B の値が暗黙に代入できる。できますよね。これをソースコードちょっと後ろ一旦消しますね。これをソースコード上で表すと、int byte。こういうことですね。この場合は、暗黙の代入が成立するので、true を返す。で、問題ないですね。なんかこういうメソッドも必要な気はしているんですが、今のやつは残念ながらそうではないですね。切り捨て覚悟で、代入する感じですね。それはどんな場合も切り捨てられればいいのかな。だから無条件にキャストを突っ込めばいいかな。まあ強いて言うなら、同じ型だったらキャストを挟まないぐらいはやってもいいかもしれないけど、ちょっとなんか将来必要な気はするけど今必要ないので一旦ちょっと消しときます。ああ、ややこしい。で、ここですね。ここで型が一致しない場合は、両方とも数値型かどうかだけは確認して、両方とも数値型なら無理やりキャストして代入するコードを生成すればいいか。ああ、なんかそれでいいような気がします。じゃあ、ちょっと条件を逆にして、条件が、満たされたら、まず、従来通り、こんな感じの単純な、代入をすると。アサイナブルフロムだからな。ああ、いいか。今、数値型のことばっかりやってますけど、多分今後バリュータイプを扱うので、バリュータイプもこの代入式で、代入できるような気がするので、最初にこの isAssignable from をやっておくのはいいような気がしますね。ローカルゼロが参照型の時も代入だけでいけるように工夫したいですね。まあそうすればここはこの式でバージョン OK って話になる。まずこれでいい。で、次に、そうじゃない場合でも、両者が、数値型だったら、そしたら、キャストして無理やり入れる。utilities の isNumeric primitive local type and utilities の isNumeric primitive si target type。 両者が数値型だったら、これ両者数値型でも完全一致してればもうこれが出力されるんですよ。その時には完全一致してるからもちろんキャストは必要ない。だから次のここでここに引っかかってくるやつというのは完全一致してないけど両者は数値型の場合なので、ここにはキャストを入れてやればいいですね。こんな感じにしておき、
キャストするのはターゲットのこのローカルゼロの方なので、ローカルタイプに対してキャストすればいい。キャストの方は、ユーティリティーズの、get C ランゲージタイプネームを使えば得られるので、こうすればいいと。まあ、これ、宿題変換の場合だけ、厳密に言えば宿題変換の場合だけキャストすればいいんですけど、まあ別に拡大変換の場合にキャスト入ってても問題ないので、それはインプリシットなのでね、問題ないので、これでいいってことにしますか。もちろんその場合、キャストが除かれればベストですけど、まあそんな細かいところまで、別に やってなくても大丈夫かなと思うので。ああ、これでいいですかね、ST60。でね、これ ST61 とか ST62 とか3とかあって、これ、ほぼコピペコードで、取ってくるローカル変数のインデックスが違うだけなんですよね。なんか、規定クラスに移動したいですね。ST60 だけの話じゃないもんな。じゃあ、ST6 コンバーター ST6 ベースコンバーターとかにしてアブストラクトに変え、オペコードはもうそれぞれで定義し直すしかないので、こいつはまあ残しておく。で、アプライの実装ですね。で、ここで、インデックスを変えないといけないので、それはじゃあ、コンストラクターから渡すか。インデックス。インデックス病にかかってますね。ローカルインデックスとかにしようか。はい。で、こいつは、プライベート、リードオンリー、インと、ローカルインデックスみたいな感じで、はい、保存しておきます。で、これを使って、まず取得すべきローカルのインデックスを指定する、それから、これですね。この名前、この名前も、変えないといけないので、ローカルインデックスを渡すようにして、こいつを、可変引数からフォーマットさせるようにすると。ここもそうですね。で、1、2と前に全部ずらしていって、こんな感じにすると。これでついつまが合うかな。ちょっとここら辺改行しておきますか。こんな感じ。こういう感じですかね。で、あ、はい、みたいな。ちょっとこれは嬉しくないので、ちょっとここ、名前は IL:INDEX に変えます。から、スタックタイプ、ローカルタイプ。うん。どうしようかな。この時、ローカルインデックスが欲しいかと言われると、まあ欲しいかもしれないですね。ここの後ろに付け足しときましょうか。ローカル変数のね、名前もね、今ここでハードコーディング的にこうやって付けてますけど、これもね、ゆくゆくは PDB からローカル変数名をちゃんと取り出して、ここにローカル変数名を使うように変えたいんで、変えたいと思ってるんですよね。可読性を上げるために。それを考えると、今ここでインデックス、ローカルインデックスの生のそのインデックス値を持たせるのはあんまり良くないとは思ってるんですが、とりあえずこうしときますね。はい。で、これで規定クラスの実装ができたので、こいつを使って他の実装をするようにします。もはや、アプライの実装は必要ないので、削って、コンストラクターだけですね。t6、0、コンバーターは、
ベースを0で呼び出す。こんな感じですかね。なんとなく、そうですね、今こう書きましたけど、なんかあんまり良くないような気がしている。なぜかというと、stlock という命令があるんですよ。stlock0 とか、stlock1 じゃなくて、確か stlock という命令があって、字がちっちゃい。stlock、ありますね、stlock フィールド。それどころか、stlock s もありますね。こいつらは任意のその、オペランド指定された任意のその、ローカル変数インデックスから値をロードしてくるみたいなんですよ。なので、コンストラクターにその値をほじっておくってわけにいかないんですよね。どうしよう。ちょっと変えるか。変えるのは、ここで直接アプライの実装を用意、規定クラスで用意するんではなくて、ですね、こんな感じにする、プロテクテッド、プロテクテッドストリングアプライ、そしてここにインデックスを渡せるようにする、外からローカルインデックス、こんな感じかな。ちなみにこれはスタティックでもいいですよね。リス参照してないね。これでまあ独立性は高まった。で、こいつを継承するんですけど、今のメソッドはプロテクテッドになっているので、ここの中からしか呼べない。そして、アプライの実装はやっぱり、この、またのシールコンバーターから提供するようにするけど、その実態は、さっきの、アプライに異常するみたいな感じ。ゼロカンマ。こういう感じですね。で、これスタティックな、メソッドの呼び出しに転送している。ここですね。この2つの引数によって、規定クラスのスタティックなこのメソッドの呼び出しに転送している。こうしとけば、ここに、なんだっけ、オフセットを指定するものが現れても、まあ、それそのまま、オフセットはオペランドを指定するものが現れても、それをそのままここに転送すればいいですね。ちょっと同じ名前だと紛らわしいんで変えておきますか。インターナルアプライとかに変えておきます。で、インターナルアプライを呼び出すようにします。そうすると非常に簡単になりますね。それぞれの呼び出しは、その位置を変えていくだけでいい。ベースコンバーターを継承するように変えておく。3と。こういう感じかな。で、ここは1。そしてここは、2。ですね、2コンバーターなので2 ST62、 そしてここは ST63、 こういう感じですかね。はい、ここまで書いておいてですね、さらに気になることが、今まだやらないですけど、さっき見たように ST6 とか ST6S の命令をサポートするときってオペランドが存在するので、今の、インラインランコンバータを継承するんじゃなくて、別のコンバータを継承するようにしなきゃいけないはずなんですけど、この ST6 ベースコンバータを継承する形にしてると、そうすると変えられないですね、規定クラス。規定クラスの継承を変えられないので、これもまだ良くないですかね。完全に外出しされた、こういう感じかな。 ST6 コンバーターユーティリティーズとかいう名前で何も継承することなく、
こういうクラスを作り、こいつのアプライを呼び出すようにする。そうすると、要するに継承の依存関係が切り離されるので、今言った問題は発生しなくなりますね。で継承元は従来通り、インラインランコンバーターを継承します。なので、さっきの ST6 とか ST6S を実装するときにも、それぞれのコンバーターを継承すればいいですね。で、変えておいて、で、この ST6 コンバーターユーティリティーズのアプライを呼び出すように処理を移乗すればいいと。ああ、よし。これでいい感じになりましたね。はい。そうそうそう。僕がリファクタリングをするときに、倒す方向を決めて、あとは、半自動でやってるって話をしたんですけど、今みたいな感じなんですよ。VS が次々エラーを出してくるので、そこをもう機械的に直していくと出来上がっているという、こういう感じです。これは簡単な例ですけどね。最初にどこら辺から背中を押して突き落とすかみたいな。どこを押して突き落とせば正しい方向に落とされるかみたいな。なんかそういうような感じです。まあ、どうでもいいですけど。はい。これでシティロックは実装できましたね。で、しかも、将来、そう、今言ったようなことが発生しても、まあ、なんかうまく対応できそうだみたいな構造になりましたと。ああ、いいよな。大丈夫だよね。多分、ローカル、うん、そうですね。ちょっと動かしてみますか、どうなるか。来ましたね。インバリットストアオペレーション。おお、ストアオペレーション？あ、そうですか。なんで？あ、ちょっと待ってください。もう一回。IL バイトインデックス3。あれ、変わってないですね。ああ、スタックのタイプが、イント32、ローカルのタイプが、システムのバイト、そしてローカルのインデックスは0。あれ？なんか想定通りですけどね。なんで、ここが通らなかったって話ですかね。あ、ニューメリックプリミティブの判定が足りないかな。ここも後回しにしましたよね。あ、間違えた。ごめんなさい、間違えました。あ、イント32とイント64しかしてないですね。バイトも そこに含まれないといけない。こういうことですね。はい、いいかな。もう一回動かします。今度はなんだ、アンノーンアットオペレーション。あー、バイトとバイトの足し算になってるって言ってますね。いや、はい、その通りなんですみたいな。どうしましょうね。バイトとバイトの足し算になっています。あ、はい、そうですか。そうなんですよね。詳しく見ると、多分ローカルに一旦 uint8 で入れました。そいつをロードロック0とロードロック1で取り出したときって、多分ローカル変数としてアンスコアンスコスタック、アンスコ、uint8t っていうローカル変数領域が割り当てられて、そこへの代入コードになっているような気がするんで、ちゃんと uint8 が引き継がれている、uint8t が引き継がれている状態でアットしようとしたから、だからエラーになったみたいな話でしょうね。これは、安直に書くなら、なんか、今、その話をしつつ、やっぱり互換性を維持する方に倒した方がいいかなって気がしてきたんですけど、
安直にやるなら これの条件を増やせばいいですね。ここの条件を例えばこんな感じですよね。バイトの値とバイトの値、両方ともバイトとバイトの値だったらゴニョゴニョみたいな。で実際 C のソースコードとして出力される時でこのソースコードが出ます。でまあこのままでも多分ね計算結果はイントとしては使っていいような気がするんですよね。まあここ今プッシュスタックイントにしてるのでスタックに割り当てられる方はイントさんになってるとは思うんですけど、まあもしあれだったらソースコードに明示的に32T みたいな感じでキャストを挿入しても別にいいかもしれないんですが、結局こういう問題が発こういうことをやらなきゃいけない問題が発生する要因って愚直にスタックにそのちゃんとした型を与えてるからなんですよね。uint8t かを与えてるからこうなっちゃってるわけなんですよね。くっそー、もうなんかいろんな意味で余計なお世話ですね。きちんとやりたいのにみたいな、どうしようかな。あとはあくまでも uint8t は受け入れない、スタックから値をポップすると32ビット少なくとも32ビットの値だということは想定されている、うん、やっぱり互換性を取る方に倒した方が安全かな。今やってないですけど互換性っていう言葉で気になるのが参照ですね。C シャープでいうとこのレフパラメーターとかでその参照が一時的なマネージド参照が作れる、マネージド参照っていうと言葉が悪いのかな、まあ参照が作れるわけですよ。それって C で表現する一番簡単な方法はポインターで表現するんですけど、そうした場合型が本当にきちんと参照してる先の型が合ってないと危ないですよね。そこが互換性を取る方に倒しておけば全部その不明瞭な型、つまり8ビット整数16ビット整数それからブールだとかも全部32ビットに倒れるので、なのでポイント参照する先も32ビットで出力されるようにしておけば一応つじつまは合いますね。でしかも C では、都合のいいことにブール型については0または1の32ビットの整数として扱っていても問題ないっていうことなので、だったら全部32ビット、まあ64ビットの場合と不動小数点の演算はまた別ですけど、まあ、32ビット以下のものは全部32ビットに揃えるみたいにすればなんかいいですよね。なんか今こうやって喋りながら何を頑張ってきたんだろうみたいなちょっと空虚な感じがしてるんですけど、そうか、なんかこのまま厳密にちゃんと型が追跡された状態で進めると次々とその例外的な場合についてこういうキャスト構文を埋めるか埋めないかみたいなことをいちいち考えなきゃいけなくて面倒くさそうですね。じゃあそういうふうにするか、互換性を取る方に倒しますかね。もう一度言うと、まさかまさかのサクッとやって終わろうと思っていたのにこんなにハマるとは、このネタでこんなにハマるとは思ってなかったですよ本当に。スタックのサイズは少なくとも、32ビットより大きい、あ、じゃあ以上入れ物は
これの本当腹立たしいところはあれですね、一つの値をプッシュしたのに60ビットの可能性があるっていう、まあもうちょっと言うとバリュータイプに至ってはバリュータイプ全体がなんか1個の値としてあのプッシュできるっていうのが本当なんかある意味腹立たしいんですけど、あの C に落とそうとしてるからですけどね。でここに仮にイントの、ああじゃあ uint8 の値を入れようとします。こいつは、自動的に、int32 に符号拡張されて、あ、64じゃない、32ビットの値としてプッシュされる。ST6 ですね。これ。ST6 下バーですね。で、ロードロックすると、ST ロック違っちゃうでしょ、違いますよ、ロードロックです、ロードロック、ロードロックした場合、ここは、ローカルバリアブル、が入っている、バリアブルが R です、R、ローカルバリアブルが入っている、例えばまあ0番目の値だとします。そしたら、ロードロック0を発行するとこういうことですね。ロードロック0を発行したときに、ローカルバリアブルの対象のインデックスの方が32ビット未満の場合は、自動的に int32 に符号拡張されて、スタックにプッシュされるという流れですね。で、逆に stlock の場合、ここから値を取り出したら uint8 に、値をキャストしてここに入れる、これが stlock0、 こういうことですね。他に可能性があるのは、今のところは、ロードアーグがそうですね。ロードアーグは流れとしてはこれとほぼ一緒ですよね。取り出し、引数から値を取り出してくる。その時に、引数の方が uint8 かもしれない。で、それは、int32 に符号拡張されて、ここに、スタックにプッシュされる。っていうことを考える必要がありますと。で、自動的に符号拡張されるこのプロセスというのは C 言語で書いても同じになるような気がするんですよね。C では例えば int a イコール uint8 t123、 この式成立しますよね。ちょっと今キャストを書きましたけど、あ、もうちょっと分かりやすくか。int、 あ、int じゃないか、あと uint8t の a は123ってやっといて、で、int b イコール a、 まあこのコードがあったとします。なので、a っていうのは、バイトですね、あの8ビット の、 あの符号なし整数が入っている、そいつを、b に代入するというこのコードは普通に成立しますよね。暗黙の型拡張になって、成立する。まあ逆はダメですね。で、これに相当するのが、このロードロックとか、ロードアークもそうですね。ロードアークも相当するので、別に型キャストとか書かなくても、直接このように単に代入するコードを出力しておけば、万事うまくいくかな。大前提として、ここに定義される、スタックゼロの、int32
このスタック用のローカル変数領域が int32t の型で定義されていれば、イメージ的にはこういうことですね。ローカル0みたいに普通に代入式を書くだけで代入は成功する。あのコンパイルエラーにはならない。逆の場合、値が縮体されるような場合はキャストを挟む必要がある。それは、現在のそのスタックの型、これ int32t で定義されているこれ、それから、こっちの型が分かれば、判定できますね。まあちょっと条件分岐がいくつかいりますけど判定できる。問題はスタックに積まれている値が正しくどの型かっていうのは本当に分かるのかな。今までの大前提は、正しい型で定義されているという大前提を置いていたのでそこは何も考えなくても成立したけど、今回のはuint8t が格納されていることを前提にしていながら実は int32t になっているみたいなことを考えているので、今のインフラでそのままいけるかというと、プッシュスタックすると新たなスタックインフォメーションが格納される。でその時の型が、指定された型になるので、その時に int32 を指定するはずなので、そして現在選択されているスタックの、スタックインフォメーションの位置は、インデックス、またインデックスって言ってますけど、インデックスの値で、保持しているので分かりますね。あのゲットカレントを呼び出した場合正しく現在そのプッシュ済み の, あのシンボル名が取れるはず。はあ、もう本当ややこしいな。はい、のでいいはず、いけるはずという、壮大なバックグラウンドのを元にして、話を戻すとですね、話を戻すと、アッドコン、今、アッドコンバーターから来たんですね。アッドコンバーターは、相変わらず、イント対イントと、ロング対ロングを、実装するっていうコードだけでいい。これならば、MSDN に書いてあるあの表に従ったパターンだけここに網羅すれば全て万事うまくいくはずですよね。大前提にしているのは、スタックに積まれた値の型が32ビットか64ビットの2通り、今のところはですけど、まあ、少なくとも8ビットとか16ビットの値は来ないという大前提に置かれます。で、それはいいとする。じゃあここを変えずに他を変えなきゃいけないと。で今問題になるのはもう一度ちょっと間違えました。アイルスパイをちょっともう一度見直すと、LDCI41 で32bit の1がスタックに入りますね。そして STLOCK0 で、ローカルの、ここに格納されます。まずここで 32bit から 8bit への代入が発生するので、ここはキャストを入れる必要がありますね。まずそれをやりましょう。STLOCK。結局 STLOCK に来るのかみたいな。STLOCK で。それはできてんのかな？さっきいじったのが、そう、もう忘れかけてるんですよ。どうだっけみたいな。まあこれはいいですよね。第二互換性が、リフレクションで認められる場合はやります。そのまま代入します。で、両者が数値型の場合、ここに来ますね。で、その場合は、キャストを入れて代入する。だからできてますね、現状。できてます。キャストされるはずです。なので、最初の STLOCK0 はいい。それから次の前 STLOCK1 も同じですね。あ、ちょっとクリア。クリックしてしまいました。で、
次ロードロック0とロードロック1でこの uint8 の値をロードしますよね。ここが問題ですね。これは今ロードロックが多分このローカルの値を取り出してきた時のそのスタックインフォメーションを見て、その型で新たにスタックのシンボルを取ろうとしているはずです。それを確認してみましょう。そこが問題の箇所になる。ロードロック。ロードロック0ありますね。で、こいつを見ると、ローカル図から、ローカルの情報を得ます。で、それのローカルタイプをそのままプッシュスタックに渡しているので、ここで、これ、さっきの例だと、ここで、バイトが得られるんですね。システムバイトの方が得られるので、それをそのままプッシュスタックするので、当然、その想定されるスタックの方も、バイトになる。uint8 ですね。相当になるので、これが問題ですね。イメージとしては、ここに、例えば、ローカルタイプがバイトだったら、こんな感じ。シンボル名は、とにかくここは、イントになる。で、ここの代入は、型拡張に相当するかな。ローカルゼロはバイトなので、バイトからイントへの代入なので、このままの式で大丈夫ですね。だから単純に入れてやるような、そういうのでいい。あの式でいいと。いいですよね。ちょっと、あれがわかんないですけど、フロートとダブルがどうなのかよくわかんないですけど、ダブル側に寄せちゃっていいのかみたいなのがちょっとありますけど、まあそれはフロートとダブルやるところで考えましょう。今はこれでいいと。で、しまった。よいしょ。こういうことですね。ああ、なるほど。これは、なんか、あれですね。ターゲットタイプを、ローカルのローカルタイプにしておき、バイトだったら、ターゲットタイプを強制的にイントにします。で、あとの流れは一緒みたいな。こういう実装ですね。こういうことですね。あ、んで、ターゲットタイプをプッシュスタックに渡すみたいな。こういうことですかね。うん。で、ここの if の条件が増えるみたいなイメージか。S バイトも同じですね。まあ、あとショートとかも同じですけど、まあ、こんな感じですよね。と、64ビットの値になる条件は、64ビットしかないですね。そこまでの方は、全部32ビットに収まるので、これでいいかな。uint の場合がどうなるのかな。uint も32ビットとしては変わんないから、これでいいのかな。いかにような気がしてきたぞ。あ、なるほど、そうか。アット命令は、確か、アットだけじゃないんですよ。アット、OVFUN かな。UN がね、確かね、アンサインドの UN だと思うんですけど、符号なし整数値を加算し、オーバーフローチェックを実行し、みたいなことが書いてありますね。でもこれ、想定してるのはイント32ですね。符号ありの値で想定してますね。でもそれを、符号なしとみなして処理するってことかな。アット UN とかないんですかね。
なんか見た感じない感じですけど。整数演算のオーバーフローが検出されない、うん、整数の加算法はするのではなくラップします。例えば8ビット整数と仮定しているバリュー125に設定されるとバリュー2に設定される256ではなく0を1にラップされた結果はです。あれちょなんかわけわかんない。あ、カレントバージョンになって、なんか意味不明な日本語だなと思ったら、あ、これか。あ、次画面、じゃあかな。整数加算では、飽和させずラップします。うん。オーバーフローしたら、多分あれですね。上位ビットが切り捨てられるっていうイメージかな。ラップするので、2号ではなく0に、なりますと。ああ、大丈夫ですね。で、まあ、不動小数点は今関係ない。ああ、これ、符号ってどういう扱いになってんだろう。あれ？マイナス1って全部ビットが立ってますよね。マイナス1足す1とかってやると、全部1が立ってる、32ビットの値と、最下位ビットだけが1が立ってる値を足すっていうイメージになる。そうやって符号ありとして解釈されれば0として計算されますよね。だけど、符号なしの場合、あ、でも0になるのか。実は合ってるか。合ってますね。オーバーラップされますね。そして上位ビットが切り捨てられるので、その結果全部0になるから、0になるから。あ、いいのか。あ、だから定義されてないのかな。逆にオーバーフローの計算が必要な場合は、そこを考慮しなきゃいけないから、さっきの、あと OVF、UN が定義され、別の命令として定義されてるってことですね。あ、いい勉強になりますね。あ、なんかすごい昔のことを思い出してきたわ。組み込みやってた頃とか、なんかそういうことをちょっといろいろ、そういえばそうだったな、みたいな、今ちょっと一瞬思い出しました。はい。話をすごい巻き戻すと、結局、ここで判定しなきゃいけないローカルタイプのバリエーションというのは、バイトか S バイト、それから16ビットもこの後やった場合、それらもここに含まれる感じですかね。その場合だけ、ターゲットタイプをイントにする必要がありますと。32ビットにする必要があります。uint がやってきた場合どうかなんですけど、uint の場合もイントになればいいとは言えるかな。あと問題があって、at ですね。at の実装、さっきこれでいいとは言ったけど、これか。at で今 int か long かってやってますよね。で、uint とか ulong が来たらどうなのかみたいな話があるわけなんですが、その場合、int として計算 しないといけないかな。で、この場合は64ビットに符号拡張とかはもちろんしない。あくまでも32ビットとして計算する。で、しかも、符号ありなしにかかわらず、足し算の計算は結果が一緒になる。下位32ビットを見てる限りは一緒になるので、まあ安全のためにキャストしといた方がいいかもしれないですけど、難しい。C のソースコードで、32ビットと32ビットの整数を足し算したときにどういう計算が行われるかを確認する必要があるってことですね。それと全く一緒なら このままでいいはず。もしなんか微妙に違うとかあるんだったら、なんか一旦アンサインドで計算して、そいつをサインドにキャストするとかした方が安全なのかな。ああ、もうめんどくさ。本当にめんどくさいな。
まあ、多分なんかちょっと潜在的にそんなあの懸念がここにはあるってことが分かりました。今置いておきます、めんどくさい、置いておきます。でロードロックに戻ると、とりあえず現状バイトと S バイトについて、型拡張の対象になり、格納先はイントとして格納するってことにして、でしかもソースコードでこういうふうに、ソースコードが出力されると、ローカル0はニューイント8だけど、対象のこの、スタックのシンボルは32ビットイント 32t の値になっているはずなので、自動これは C のコンパイラーによって自動的に、型が拡張される。疲れたで、ここもうちょっと実装増えますよね。なのでさっきと同じ要領で外出ししといて、このロードロック1とか2とかこういうバリエーションに対応できるように変更しておきましょうか。リファクタリングしておきましょう。スタティッククラスロードロックユーティリティーズ、さっきどういう名前にしたんだっけな、ST ロックコンバーターユーティリティーズにしたか、どうしようかな。まあ一応コンバーターって入れとくか。あのインターナルなんでね、いろんなとこが見えちゃうので、ロードロックコンバーターユーティリティって名前にして、でアプライの実装をこっちへ移します。でこいつはもうスタティックになります。そしてローカルインデックスを渡さないといけないですね。でローカルインデックスを使うように変更します。これでいいですね。で、こっちの実装はあいつに転送すればいい。はい、こんな調子で他の実装も全部移乗するように変更します。はい、これでロードロックはいいような気がしますね。ロードロックするときに使われるスタックの型はこれで32ビットになりましたね。そうですね、これで良くなったのかな。まあ、とりあえず一回動かしてみますか。まあそう動かないですよね。まあなんとなくそんな気がしてました。で、インバリッドオペコード。ああ。なんだろう。カレントインデックスが9って出てますね。9。ST ロック2。あ、じゃないか。コンブ U1 か。なるほど。コンブ U1 ですね。これオペコード小文字で出しておきますか。こんな感じでね。あ、もうちょっと言うとこれあれですね、値が引ける場合はオペコードから引いてきてみたいなことをちょっとしたいかな。今僕らがどんだけの IL コンバーターを実装済みかみたいなものは知っておきたいですよね。あとどのぐらい残ってるのかみたいな。でないと、まあ、まずモーラが漏れてる可能性があるので、そういうのの検証とかしなきゃいけないので、それはね、オプコーズのフィールドを全部列挙する、一番最初にやった方法ですけど、それで、命令セットを全部収集して、で、対応するIL コンバーターも全部収集して、で、それで1対1で引き当てれば、何が残ってるかみたいなのは、すぐ出せますね。
うん、まあちょっと早いうちにそれもやりたいですね。そうすればあのどのぐらいの往来率があるのかみたいなものが出せるようになるので、うん、まあまあ、あのちょっとあの、うん、時間を見てあのそれもやるようにしましょう。はい、で、やってないのが昆布 U1 ですね。それは確かに昆布 U1 はまだ実装してないので、じゃあこれをやりましょう。で、以前昆布コンバーター作っていたので、昆布 I8 ですね。ここに昆布 U1 を足しましょうか。こんな感じで、昆布 U1、いや、U8 じゃない、U1 コンバーターを用意します。で、昆布 U1 は、オペランドないのでインラインなんですね。それから、ここを昆布 U1 に変えておきます。で、アプライですけど、ポップスタックして、プッシュスタックで U1 なので、バイトにするんですよね。ですよね、これ昆布 U1 とか言っておきながらスタックにはさっきの話で32ビットで格納しといた方が互換性は高まりますよね。昆布 U1 ってやっておきながらこの後32ビットの値としてポップする バカなコードがあるかもしれないけど、多分それって CLR はスルーするんですよ。スルーして上位24ビットがおそらく0で埋まった値としてなんか取得してくるような気がします。はあ、あ、でもあれか、ここでどういう、あの、代入のコードにするかによりますね。単に切り捨てるだけでいいのかな。符号縮体に相当するのかな。符号縮体が発生するかって言われると、U1 なのでね、これどういう扱いなのかな。ちょっと、いやしかしね、やっぱり難しいね。なんかすげえ簡単、そんなに思ったほどなんか難しくないと思っていたけど、やっぱ細かいこと考え出すとすごいいっぱい考えなきゃいけないことありますよ。昆布 UI1、これ U1 か、昆布 U1、 これですね、昆布 U1、 はい、これなんて書かれているか、うん、何イント8に変換し、イント32をスタックにプッシュします。しれっと書いてあるよイント32をスタックにプッシュしますってしれっと書いてある。ひどいな。そうか。じゃあやっぱりあれですね、スタックにプッシュされる値は最低32ビットの整数じゃないといかんってことですね。はい、わかりました。で内容を見ると、バリューがスタックにプッシュされます、バリューがスタックからポップされ変換演算が施行されます。なので例によって1番は我々が書くコード、2番からですね、バリューがスタックからポップされ変換演算が施行されます。正常に変換された場合は結果値がスタックにプッシュされます。ほう、変換演算とは、昆布 U1 オペコードは、あ、ちょっと見にくい、うん、あのスタックの一番上の、バリューをオペコードで指定された型に変換し、それはつまり U1 ですね、バイトに、さ、あの U インと8に相当するかな、 U インと8ですね。で、変換した値をスタックの一番上に残します。うん、まあ、まあ、プッシュするってことですね。まあいいわ。4バイト未満の整数値は、評価スタックに読み込まれるときに、int32 に拡張されます。はあ。ただし、昆布 i または昆布 u が使用される場合を除きます。この場合は、結果もネイティブとなります。不動小数点値は F 型に変換されます。え、何、
キントサニーに拡張されます。ただし、コンブ I またはコンブ U が使用される場合を除きますって言ってるけど、ここはコンブ U の話なんですけど、みたいな。ん？あ、違うのか。コンブ I とかコンブ U って、そういうのがあるんですね。コンブ U、あ、ありますね。それのこと言ってるんですね。それと、あの、ヘルプの、あの、解説の内容は一緒、たまたま一緒だからですね。じゃあ、ここはコンブは、I1 なので、あ、じゃあ U1 なので関係ないですね。ああ、イントサニーに拡張っていう言葉の意味がいまいちわからないけど、不動小数点から整数値への変換は関係ないですね。フロート64からフロート32への変換も関係ない。大きすぎる場合は、関係ない。整数型から別、ある整数型から、ある別の整数型への変換でオーバーフローが発生すると上位ビットは切り捨てられます。結果がイント32より小さい場合はスロットを満たすために値が符号拡張されます。うん、なるほど。っていうことは、オペランドじゃないわ。そのスタックに積まれて、もともと積まれている変換対象の値の符号についてはちゃんと考慮する必要がある。それは、その符号と、でも、その符号って全部イント32として扱ってんだよね。イント32なのか、U イント32なのかよくわかんないよな、それって。それは最上位ビットが立ってるか立ってないかだけの違いってことかな。それによって符号拡張演算をするってことかな。うん、不動小数点型から整数型の変換はまあ関係ないですね。このフィールドを使用するときに例外スローされることはありません。結果型が結果値を正しく表すことができない場合に例外をスローする等価の命令については、コンボ OVF を見ろと書いてあるね。だったらこの3はおかしいじゃないか。正常に変換された場合は結果値がスタックにプッシュされますって、正常に変換されなかったらプッシュされないのかよみたいなツッコミを入れたいんですけどまあ違うんだろうな。不正な値がプッシュされるっていうことなんだろうな。いやー、この辺苦手だなでもしょうがないからやるしかないよね。どうなればいいんだ。結果がイント32より小さい場合はスロットを満たすために値が符号拡張されますと言っているのは、それはスタックにプッシュする時の話だよね。計算が終わった後スタックにプッシュする時に符号拡張が行われるかもしれませんという話をしてるね。その場合は必ず符号ありとして、判定をするということを案に言ってますね。変換がどうやって行われるかっていうと、書いてあるかな。4バイト未満の、ここかな。4バイト未満の整数値は、評価スタックに読み込まれるときに、イント32に拡張。あ、これはプッシュの話か。実際の変換はどうなるって言ってるんだ。ある整数型から別の整数型の変換でオーバーフローが発生すると、上位ビットは切り捨てられますと言ってるね。ってことは、スタックに積まれてる値は少なくともイント32の値ですよ。イント32の値を、コンブ U1 で変換するときは、結局、バイトに変換するんですよね。そのときに、切り捨てが発生する。切り捨て。ビット演算での切り捨てのことを言ってるよね、きっとね。上位ビットは切り捨てられますって言ってるから、ビットだよね、この話は。つまり、値がマイナスかどうかとかは関係なく、符号があるかどうかとかは関係なく、ビット演算で上位ビットを全部切り捨てると言っている。
苦手だ、こういうの苦手。はい、これ間違ってると検出の難しいバグを起こしそうな気がするので、間違えないようにしないといけないですね。まずポップ、値をポップします。ここで想定されるのは、このポップしてきた値は少なくとも数値型じゃないとおかしいですよね。なのでここでその可能性、違うっていう可能性を除外しておきますか。is numeric primitive で sid4 の、ターゲットタイプが違ってたらそれはダメなのでスローしますか。インパリットプログラムシーケンスエクセプション、ラモットコンバート、トゥニューメリックタイプとかにしておきますか。で、どうしようかな。なんか例外の例あったっけ。まあいいか。なんか IL バイトセットイコールゼロ、クロムタイプ、トゥータイプ、フロムタイプだけでいいか。ちょっとどうしようかな。コンブ U1 だってことを知りたいような気も微妙にしますけど、まあいいや。コンテキストのファイルバイトインデックス、クロムタイプはこの SIB4、名前合わせようか。SI フロムとかにしようかな。SI フロムの、ターゲットタイプのフルネーム、ですね。これでどんな型から変換しようとして失敗したかが分かると。で、これが通ったら少なくとも数値型だということはわかる。で次に、プッシュする、スタックにプッシュすべき値で、if si from のターゲットタイプがロングだったら、リザルトネームは、ロングな、プッシュスタックロングにならないといけないですよね。ね、この、U ロングとかどうしようかって、もうさっきから頭をよぎり続けてて鬱陶しいんですけど、どうしようかな。U ロングが来た場合、でも、スタックにはロングとして格納されなきゃいけないような気がすごくしてるんですよね。もう今ずっと検討してきた一連の流れで。なので、ここでそれをそっちの方向に倒さなきゃいけないんじゃないかって、ちょっと一末の不安があるんですけど、まあ、ちょっとやりすぎていけないので、ここではそのまま、こういう判定にしておきますか。で、こういう感じかな。よくわかんないな。これロムな値だったらこれでいいかな。ロングの値をロングとして、でもこれあれか、 U1 だもんな。まあ、キャストしなきゃいけないか。それはつまりこういうこと、こうかな。
あ、そうか、スタックの値はイントになります。イント3に t にキャストされて格納されます。ロングの値をね、無理やり。あー、切り捨てないといけないですね、8ビットに。だからイメージ的にはこうか。こういうことですかね。ひょえあ、まあでも代入先は int32t で決まってるからこのキャストはいらないか。一旦 uint8t でキャストすることによって上位24、ああ、この場合だとロングなので上位48ビット。ん？うん、そう、あ、64、56ビットか。56ビット切り捨てる。ってことをしないといけないですね。で、そうでない場合は32ビットの値、まあ、ちょっと U ロングがありますけど、32ビットの値の場合、スタックのサイズはイントです。そうですね。ターゲットが U1 だから、だから、スタックにプッシュされる方は何が来ようが結局、イント32として格納されなければいけない。なので、固定的にイントですね。で、やっぱりここも値を、上位、24ビット削り取って代入しなきゃいけないですね。あ、ということは別にソースの方によらないってことですね。これ、ロングって書きましたけど、まあちょっと不動小数点がやっぱり微妙ですけど、まあそれはその時考えるとして、なのでこういうことかな。これでいいか。なんか、今、これなんだっけえ、シンボル名がリザルトネームと同一だったらソースコード出力しない？あー、同じコードとして最大入出力とする場合は、ソースコード出力しないみたいになってますね。これなんだったっけ、なんかあったかな。まあ、テストコードを走らせればわかるか。まあ、ちょっと、なんか、まあ、あっても実害ないですよね。無駄な代入式ができるだけで。これでいいか。おぉ、いいかな。いいような気がしますね。ちなみに、コンブ U8 がどうな、I8 がどうなっていたか見直すと、ポップして、プッシュします。プッシュされる方は、本部 I8 なので、固定的にロングですね。うん。そして、ポップされてきた値を、int64t にキャストしてますね。ポップスタックしてきた値が、U ロングの場合、ニューロングの場合、ここで int64t にキャストは、ちゃんとキャストしないとロングにならないっていうのを懸念して、ここにキャストを入れたんだったかな。でも、それは、キウですね。なぜかというと、我々は今、互換性を取る方針にしようとしていて、スタックに格納される整数型というのは int32 か int64 の2つしかないと想定している。つまり uint32 とか uint64 については格納されない。必ず int32 か int64 になるってことを想定しようとしているので、なのでその可能性はない。要するにポップスタックしてきたら uint32 が取れたなっていうことはありえないので、uint64 も。なので、それについて考える必要はないので、このなんかキャストはいらない気がしますね。本当かな。ここに書いたコードだいぶ古いような気がするな。これもなんで、なんかここに書いたんだったかあんまり覚えがないですね。無駄なコードを出るのを省くために書いたような気がするけど、今こういうコード出ないような気がするので、要するに、必ずスタックに出し入れするコードが1行ずつ出るはずなので。なので、これちょっと削ります。それから、
こいつはもしこうだとすると、これでついつま合うのかな。ああ、ソースコードとしては無駄な代入に見えるけど、でも実際のところ、これって得られたスタックインフォメーションと、ここで生成したスタックインフォメーション、型が違うかもしれないから、この代入は成立しますね。唯一成立しない、uint64 を、あ、じゃあ ulong をロングに入れるっていうパターンはありえないので、ありえないことにしようとしているので、だから、これでいいですね。これ si フロムに直しておきましょうか。si before の。はい、これでいいはず。そして今喋りながら心配になってきたのが、プッシュスタックで、ちょっとアサート入れておきたいですね。ターゲットタイプが、ユーロングは NG、ロングにならなきゃいけない。uint も NG。それから、バイトダメ。当然 s バイトもダメ。ショートもダメ。u ショートもダメと。こんだけかな。ああ、それから、ブールもダメ。以上かね。ブールも、イント32として扱わないといけないですね。これは既存のテストに、テスト実行時にアサートがかかるかもしれないですね。そこを検出して、潰す必要があるということですね。はい。いいかな。なんか他にやることなかったっけな。まあ動かせばわかる。うん、あ、変換は終わったみたいですね。そうですね、バイトの変換ですね。ソースコードどうなったか見てみますか。おお、なんかシステムバイトになってますよ。これまずい。あれ、さっき変換コード書かんかったっけか。まあいいや。それから、おお、スタックはイント32Tになってますね。この割り当てが、行われたのは、この代入式ですね。LDCI41 でもって、この型が決定された。で、ローカルゼロに入れるときに、キャストしてます。あ、これシステムファイト。まあ、これは、ちゃんと変換される。直して変換されれば問題ない。こっちもそうですね。で、int 32t のスタック0に、ローカル0の値が代入されます。これはバイトを int 32に入れようとしているんですが、これは暗黙の型拡張なので問題ない。こいつ、スタック1もそうですね。そして、足し算されると、これは int32 と int32 の値を足して int32 の結果と知れる。だから式は C のソースコード上でも問題ない。そして、その得られた int32 の値は uint8t にキャストして int32t のスタックにもう一度入れる。そう、そうなんですよ。ここで重要なのは、このキャストを挟むことによって上位24ビットを切り捨てているということですね。うん、大丈夫だぞ。そして、ここに入っている32ビットの値を、uint8t にキャストして、ローカル2に、入れ直す。ローカル2はバイトだからいいですね。大丈夫、大丈夫。で、ローカル2の値をもう一度、int32t に入れ、int32t の値をローカル3に入れるときにキャストしてから入れる。そして、ラベル0に飛び、ローカル3から、int32t の値を取得し、ああ、ここキャストがいるかな、あ、いら、いりますね。ここいりますね。ここ出してやらないといけないですね。リターン分のところですね。
うん、いろいろ惜しいですね。まず最初にこのシステムバイトになっちゃってるとこ直しておきますか。あれ、なんか UTT の、ゲット C ランゲージタイプネーム、あ、入れたつもりになってたな、ブーリアンですね。入ってないわ。なのでここにバイトだったら、uint8 キーとして出力すると。うん、これだけでもだいぶ見栄えが良くなるはず。もう一回実行します。うん、来ましたね。これを見てみます。お、ちゃんと uint8t になってますね。うん、で途中のキャストもちゃんとなっていますね。うん、うん、はい。とリターンのここかな、ここにキャストを入れなきゃいけない感じですかね。なるほど、はい、うん、惜しいですね。それは今は、ST ロックが、代入できないような場合に、こういう数値、両方とも数値だったらキャストを入れるみたいな、なんかこんなような判定をしています。ほぼこのままですね。リターン分を生成するにしても。うん、どうしようか迷うな。これをまたコピペするのかみたいな話なんですが。共通化させようと思えば不可能ではないかな。ちょっと ここの部分ですね。ここのシンボル名の生成の部分、まあイコールもそうですけど、そこだけですね。どうしようかな。まあいいか、一回こう、なぜかというと、リターンは、バリエーションない、ないので、ほぼないので、やっぱり今まだちょっと見通せないので、これを丸と持ってきますね。こうなりリターンなんちゃらと出す。でもちろんローカルインデックスなんてものはないので、じゃあここでこのイズアサイナブルフロムに対応するものは何かというと、コピーしてきた方は、ローカル変数に代入するときの代入互換性を見てるんですね。リターンの場合は、メソッドのリターンタイプか、と比較しなきゃいけないんです。で、メソッドのリターンタイプはどこからやってくるかというと、デコードコンテキストから得るしかないんですが、現在デコードコンテキストにはその情報は格納されていないので、追加する必要があります。デコードコンテキストに、その情報がないと言っているのは、コンストラクター見るとですね、メソッド名はありますね。それからパラメーターの情報もあります。ローカルバリアブルの情報もあります。IL の、バイトコードもあります。でも、リターンタイプはないですね。ここに入れなきゃいけない。タイプ。リターンタイプ。みたいな感じで足しておきます。こいつは、フィールドに格納しておきます。まあ参照できるようにするだけでいいので、タイプ、リターンタイプと、こんな感じにしておきますかね。これが、ここら辺で代入しておくんですね。こういう感じですか。
はい、そうすると当然呼び出し元でそれが要求されるのでここですね、ここであ、リターンタイプありますね。そのままこれがここへ渡ればいいかな。こういう感じかな。はい。で、デコードコンテキストにこの情報が渡ったので、晴れて、リターンの情報を、じゃあリターンの実装の中で、リターンタイプにアクセスできると。このリターンタイプに、スタックから取ってきた値が代入互換性あるかどうかを検証すると。代入互換性があるんだったら、リターン命令を発行すればいいですね。リターンと。で、もうローカルインデックスは使わないので、こういう感じかな。短くなったので、ちょっと1行にまとめます。こんな感じ。で、次に、ちょっとなんかいろいろ使うので、取り出しておきますか。こういう感じで。で、このリターンタイプが数値型かどうか、そしてなおかつ、スタックから取り出してきて、取り出してきた値の、型が、数値型かどうか。両方も数値型だったら、リターンできる。型キャストを経由して。上0ですね、はい、でローカルインデックス削り、ローカルタイプはそうローカルタイプじゃなくてリターンタイプですね、つまりリターンするのにリターンタイプにキャストする感じですね。はい、いいですね。それから、そうではない場合、つまり、戻り値の型との型互換性がないので、これは例外をスローする、インバリッドリターンオペレーションとかにしておきますか。あとの流れは、ほぼ一緒で、ここがリターンタイプを出します。ローカルインデックスはないので、こんな感じにしますかね。で、リターンタイプのフルネームを出すようにすれば、どう互換性がなかったのかがわかるかな。はい。で、これでリターンコンバーターができたので、リターンの直前にキャストが挟まるようになるはず。うん。出ましたね。で、uint8。それから、スタックは u、じゃあ int32t として使います。uint8t にキャストして、ローカルに格納する。うん。で、まあ、この辺入れたり出したりしてますけど、最後、ローカル3の値を、スタック0に入れた後、スタック0の値は int32 なので、それを uint8t にキャストしてリターンすると。はい。いいですね。できた感じですかね。使った。まさかの、こんなに時間かかると。これ今、ソースコードコピーしたんですけど、例によってちょっと C の方でも動かしてみましょうか。これですね、ここにペーストして、あれ？なんだこれ？なんか、なんかすごいことになってます。どうしてようわからん。まあいいや、これで。バイトメインボディ。はい、保存しときます。で、ここをバイトメインボディとかにします。あ、引数取らないんで渡さない。あ、これでいいかな。で、
こんなこうなります。なんか一見してソースコードのエラーは出てないようですね。はい。で、計算した結果が3だったかな。は引数は出さないんでこういう感じですかね。どういうテストコードだっけ？どういうテストコードだっけ？これか。バイトの値1と2を足して、バイトの値3として返すみたいな、そういうソースコードですね。だから3が返ってくるはずですよと。はい。動かしてみますか。こんな感じかな。来ました。で実行します。3ですよと。いいですね。これまあ実際にはね、これの値がリザルトはあれイントになってますね。え、そうなの？ユイント 8t になってますよね。あれ C のオートってイント3になるの？明示的に書かないと。これなら uint8t？ なんか今微妙にそうなのみたいな結果になりましたけど、これで実行する。ああ、そうみたいですね。さっきここイントになってたんですよ。オートでやると自動的に符号拡張されてイントまで拡張される。そうなんだ。 C シャープの場合はあれですよね、バーって書いた場合ってそのなんか右辺の型がそのまま伝播するような形になったような気がするんですけど、オートはそうならないんですね。オートの認識を改めなければなんかね、テーマを持って、なんかこういう、なんかビデオを撮って自分で説明しながら、解説しながらやるっていうのをおすすめします。なんか覚えることすごく増えてきましたね。まさかと思っていた細かいことをもうちゃんと検証しなきゃいけないし、そしてまさかの結果になってたりするので、で、もうすでに、もう十何回とちゃぶ台を返されてる感じがします。いい勉強になるような気がします。皆さんにこの方法をお勧めします。別に公開しなくてもね、自分でビデオ撮りして自分で説明するでもいいですけど、モチベーションが維持できるかどうかは人次第なんで分かんないですけどね。僕は維持できてますけど。はい、というわけで、なんだっけ？バイトですね。バイトの計算について、できるようになりました。わー、はははははは、あはははは、みたいな。まさかこんなに、バイトを対応させるだけでこんなに、やらなきゃいけないことが多かったとは、みたいな。テストコードに反映させますか。くだらないこと言ってみて。ここは、例の方法を使って、いいかも。楽ちんにやりますかね。たくさん出していって。で、さっき C のソースコードでやった、このコードを丸っと、コピーして、いかんわ、ブロックコピーしないといけないですね。ここからこんな感じでコピーして、ここにペーストすると。いいですね。でいらないやつを削って、まあ概要いいか、これ空白入ってて同じですかね、結果は。
こんな感じかな。あと、あれですね、スペースが良くないって。スペースもいい。まあ、読んでやっちゃおうかな。めんどくさいんで。こんな感じですかね。これでちょっとテストランしてみましょう。はい、いけましたね。で、他のテストに影響があるかもしれないんですよね。今回、スタックに積まれる値はイント32以上の値、イント32かイント64っていうふうに限定することを前提にしたので、ちょっと直し忘れがあるかもしれないので、ひょっとするとエラーが出るかもしれない。おお、早速なんかアサート出ましたよ。これはさっき仕掛けたアサートですね。おお、来た。ブール、思った通り。ブールはダメです。ブールはイント32としてスタックにプッシュする必要がありますね。どこで発生してるかというと、ああ、CGT コンバーターか。なるほど。確かにここで迷ったんですよね、一番最初に。果たして、ブールは、ブールとしてスタックに積まれるべきなのかみたいな感じで、直しましょう、うん。ダメなんですわ。ここは、イントとしてプッシュされなければいけない。で、イントとしてプッシュされる、そうすると、ローカル変数として、スタックがイント 32t として宣言される。そこへの代入になるわけですよね。で、代入される値は何かというと、イメージ的には true か false なんだけど、これは C のソースコードでは、define true 1とか define false 2とか宣言されてましたよね。結局数値に落ちるから、このままのソースコードでもまあ一応問題はないですね。なんか悩ましいですね。あ、これは C99 は確かにこれでいいですよね。そうじゃない環境ではどうなのかって言われると、あ、本当に悩ましいなこれ。今の互換性を満たす戦略でいくならば、ここってダイレクトに1と0を格納するみたいにイメージした方がはっきりしますね。安全ですね。うん。あ、これちょっとごめんなさい。ターゲットインデックスになってたら直しますね。CGT コンバーターはこれでいいかもしれないけど、あと、ブールをブールとして扱ってるところをどうするかですよね。気になってるのは、ユーティリティーズで現在、get C language type name ってやられたときに、ブールって返してるんですよね。これ、まあ固定的にここで int32t ってやれば全てついつまは合うには合うんですけど、なんか嫌だよな、これもな。しかもですよ。そう、ここで変えたくない理由、もうちょっと決定的な理由があって、このブール型はスタックに積まれない。int32 に変換されるべきであるっていうのは、あくまでもスタックの操作だけの話なんですよね。本当に割り当てられるローカル変数の方、ちょっと考えますね。例えば、この、ローカルズの、これ。これは、なんかブールになってほしいですよね。ずっと悶々と言ってるのは、あくまでもスタック操作の方についての話で、スタック操作の方は互換性がある方に振るので、int32 の値として保存しなきゃいけないけど、でも、ローカルズにはブールの値としてちゃんと保存されてほしいんですよね。ここで問題になるのは、stlock で、ここに値を格納する場合、
まさにこれか。CGT の次の ST ロックですね。CGT で、判定した後の値は、今直前で変更したものによって、なんか参考演算子で1または0を返すようにしたので、なのでスタックには32ビットの1か32ビット0の値が積まれている。その状態で STLOCK 0するっていうことは、32ビットの値をこのブールのここへ、STLOCK で、代入するはずですよね。代入しようとするはず。この時に、ブールに合わせてtrue とか false とかいう値を格納するようにした方がいいような気もちょっとしてるんですよね。すなわち、ここで簡易的に書くならば S0 イコール、S じゃない、ローカル0、ローカル0イコール S0 の値に応じて true または false を格納するというような式を C のソースとして出力するようにした方がいいんじゃないかという気がしている。ここの STLOCK の現在の実装って、型が違う場合はキャストしますよね。なので今の実装はね、なんか単にキャスト構文がここに入るようにする、入るようになるような気がする。まあそれでもね、int32 の値をブールに格納するときの変換としてはいいような気がしますね。前回なんかググってみたらキータにまとめられてましたけど、あれって要するにブールの値をじゃない、イント3人の値をブールに変換する場合どうなるかみたいな話をしてたような気がするんですけど、その流れでいくならばこれでついつまは単にキャストすればついつまが合うような気がするんですけど、より互換性を高めるためには、参考演算子で実際にその計算をさせて代入させた方が互換性が高くなりますね。安全性が高くなると言ったらいいかな。なのでそしてこの get c ランゲージタイプネームは至る所から呼び出されていて、型に対する正確なシンボル名を返すことを期待しているので、こいつを無理やり int32t にするのはまずいですね。なのでここで細工してはいけなくて、なおかつ、stlock、stlock が関係あるってことはリターンも関係ありますけど、まあここですね、アプライのところ。ここで、まず、is assignable from は成立しないですね。ローカルタイプがブールで、スタックの値が int32 の場合、成立しないので、ここには来ない。そして次のこの is numeric primitive も成立しないか。成立しないですね。こいつは、バイトか、イント32か、イント64の時だけ true になるので、ブールは true にならないので、成立しないですね。どうしようかな。一番効率よく書くとしたら、こういうことかな。まずターゲットタイプを先に判定するようにしといて、ここの中で、ローカルタイプがニューメイクタイプだったら、これ。それから、ローカルタイプが、ブールだったら、キャストではなく、ここは、これかいらないか。こうなって、ローカルのインデックスは、これで、
こう1の値、これはあの、そのポップしてきたスタックのシンボル名ですけど、これの値が、これ参考演算子なので0以外の値だったら true が true になり、そうでなければ false になるとっていうふうに明示的に式を書かせることによって、ローカルゼロのここへの代入、これが今あのブール型を想定してるんで、ローカルタイプのブールを想定してるんで、ブール型に true というシンボルと false というシンボルの2つしか代入する式にならないですね。なので、安全性が高まるということになると。まあこうしておくのがいいですね。で、これはリターンの時にも言えて、リターンは今ここにあるかな、あ、ここですね、ここでもな、ほぼ同じことが言えると。これなんか関数にして外部から注入できるようにしたい感があるんだけど、次にここに手を加えるときに共通化させますか。とりあえず今は、どちらにも同じようなコードを再実装します。まず、これを切り取って、リターンタイプが数値だったら、キャストします。リターンタイプが、ブールだったら、リターンの、true か false を出力するようにします。こうかな。はい、これでいいかな。で、シティロックコンバーターの方もいいかな。大丈夫ですね。01012、うん、大丈夫ですね。こういうことですかね。はい。ちょっとビルドだけしてみます。うん。で、何だったっけ？何だっけ？何をやってたんだっけ？こいつを実行して失敗したってことだったっけかな。ちょっと足出せますね。ああ、しまった、終わっちゃった。いかんですね。あれ？どれだったかな？これで、ここですよね。ここで、あ、そうか。出力される方が、バイトじゃなくて、ブールの場合か。ブールの場合に問題があるんじゃないか、みたいな話をしていたんだよな。プリントだよな。あ、いいか。あれ？その可能性って今ないのか？いかんなぁ。なんか、わかんねえわ。わかんない。何を話していたの？ちょっとここで一回止めて実行しますね。頭なんかスタックオーバーフローしてしまった。うん。で、これの中を見るとこうなってます。スタック0、イント3に t、イント3に t、イント3に t、イント6、4に t、うん。あれなんか別にいいような気がするけどな。何が間違ってるんだろう。イント3に t、イント、あ、キャストがなくなったかな。あー、多分そうですね。暗黙の、
暗黙の型変換ができるようになったので、ここですね、これだ。32ビットの値を64ビットに入れるには暗黙の型変換が行われるので、キャストをなくしたんですね。それがエラーに結びついているので、キャストを削除します。ここだ。ここ。これ。これがいらなくなったところですね。単純に代入すればいいということになった。発射します。まあ大丈夫ですね。ちょっと全体を走らせます。ああ、出た。思い出した。アサートにかかったんだった。おお、忘れてるわ。あんな感じでね、忘れるんですよ。またブールですね。どっか別のとこにもあるな。これか。これのターゲットタイプがブールだからですね。ここなんだっけ？ロードロックコンバータユーティリティ。なぜターゲットタイプがブールになってるかというと、ローカル、ロードロックなので、ローカルがブールだから、それに合わせて、スタックの方もブールにしようとして失敗したってことですね。アサートかけといてよかったわ。はい。それですね。あ、ここかな。これと一緒ですね。そうだそうだ。バイト S バイトと一緒で、ブールの場合も、除外しないといけないですね。イント32に合わせてやらないといけない。こういうことですね。なんかね、このハードコーディングがちょっと気持ち悪いですけど、しょうがないですね。もうちょっとなんか機械的にできたらいいんですけど、とりあえずこんな感じ。なんか、あれですね、プリミティブ、ニューメリックプリミティブで、なおかつ、そのサイズ、物理的なサイズを見て、なんか32ビット未満のやつがあったら、イント32にするとかいうふうにすれば機械的に判断できるかもしれないですね。まあ、まあいいや。で、プッシュスタックします。これで大丈夫かな？いや、大丈夫とは言い切れないか。これは、そうですね。これ数値だったら、単なる代入文でいいですけど、ブールの場合代入文はあんまり嬉しくないですね。やっぱこれは戻しておいて、ここで else if で、単独でブールかどうかを見て、そうか、2つの場合があるのか。じゃあ、ちょっとこういうふうにして、こういうふうにして、ちょっとここと、こういう感じで分けますか。で、この場合、スタックはタイプオブイントでシンボル名を取得します。で、そのシンボル名に対して、ローカルの値で代入するんですが、ここには式が欲しいですね。1または0みたいな感じで。まあ、true はね、結果的に1とか0とか入ってるんで、これって、まあ、そのまま代入みたいなコードになる。C コンパイラーにはこの辺は、まあ、単に代入すればいいよねっていう感じで判断してくれることを期待してるんですけど、まあ、こんな感じにすると。で、まあ、なんか、名前が再利用されているので、else にこう移動しとこうかな。で、バイトや s バイトの場合だったら、無理やりイントにして、で、ローカルからの代入にします。バイト、値がバイトや s バイトだったら、この代入は暗黙の変換になるから、そのままこの式だけで成立しますね。キャストがなくても大丈夫。よし。
さあ、エラー、まだエラー出ますね。なんだろう。とでも一回デバッグ実行しますか。うん。まあ、今度はアサート出ずに変えてきましたね。さあ、どうかな。ローカル変数領域はちゃんとブールとか型使われてますね。で、スタックは int32t を使うようになっています。ああ、まあ、随分なコードですね、これ。あ、まあ、ここはしょうがないですね。こういう判定をしているので、それに合わせて1か0を、格納するようにしています。このスタックの値に応じて、true か false のシンボルで、ローカル0に格納する。ああ、ちゃんと意図通りになってますね。で、今度、ローカル0の値を取り出し、1または0として、スタック0に入れる。この辺、C コンパイラーがちゃんと最適化かけてくれると嬉しいけど、どうなんだろう、みたいな感じですね。極めてストリクトなソースになってますけど。で、スタック0が、0だったら、ラベル0に飛びます。で、A に1入れる。あ、じゃあ A と1を足す。それか A と2を足す。みたいな構造になっていると。で、最後、スタック0の int32t が、そのまま int32t の値を返すメソッドなので、そのまま返していくと。いいですね。テストコードとして、ブールを返すメソッドというのを定義して、そいつがちゃんと動くかどうかみたいなのを確認しておいた方が良さそうな感じですね。うん。ここのソースコードは、そういう意味では、あ、でも若干変わるか。よいしょ。手で直してみますか。これはなくなりますね。スタックゼロブールを使っているところは直さないといけないですね。これ、スタックゼロイント32tとの比較の結果を1か0でスタックゼロに格納する。これは、BGE の実装ですね。ちょっと、どうだったっけ。コンディショナルか。CGT だ、ごめんなさい。CGT の実装。うん、1か0を返すなってますね。大丈夫ですね。うん、ここ true とか false とかが、すごく書きたくなりますけど、そうじゃない。はい、いいですね。で、そして、こいつを、ローカル0に入れるときは、ブールなので、この値に基づいて、true か false をローカル0に代入する必要がある。さらに、ローカル0から再び、スタック0の int32t に値を入れるときには、この値をもとに1か0を格納するようにしないといけないですね。そして、このスタック0 int32t の値が、これ、フォルスじゃまずいか。まずいですね。これ、0にしないといけないですね、多分。もはや、スタックには、ブール型というものは存在しないので、必ず0になるはずみたいなコードが出ないとまずいですね。これ直しましょう。それ、BR ですね。BR フォルスか。あ、ここですね。ここで、ブール型の場合は、ちゃんとフォルスを出すみたいにやってたんですけど、もはやこれいらない。こういうことかな。で、ニューメリックプリミティブをわざわざ使って判定するようにしたけど、果たしてこれで本当にいいのかと言われると、int32 の値、またはヌル、または、もう一つなんだっけ。もう一個なんか合ってるな、条件が合ってるな気がするな。一応見ようか。BR フォルス S。BR フォルス S、CGT、
これは ST6、あ、BR フォルスありました。条件は、イント3、イント64もありますね。だから、ニューメリカルでいいような気がします。まあ、あとはオブジェクト参照まだやってない。マネージポイントもやってない。繊維ポイントもやってない。ネイティブイントもやってないので、まあ、これでいいですね。とりあえず、現状は。これでいい。ので、まあ、0と比較して一致していたら Go to すると。ああ、いいんじゃないですか。ランしてみましょう。ああ、通りました。なんということだ。今回は Uint と8だけやりました。全部やりきるつもりだったのに全然できなかった。いや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 。こんなん全然想定してなかったですね。はい。というわけで、今回のは、サポート、uint8。バイトにしますか。バイト、バイトタイプ。イント8みたいな感じで復習しておきます。で、こいつは、なんだっけな。6-20ですね。6-19、中途半端で終わっちゃったんで。こいつは、タグはシャープ6-20と。はい、まさかのそんなにかかると思ってなかった。次に考えなきゃいけないのは、じゃあ S バイトあたりをやりますかね。まあ S バイトはまず、S バイトという型自体をサポートするために、若干なんかシンボル名とか、あの型のね、型のシンボル名追加して、で今ずっと話してきたような整合性が全体にわたって取れているかどうかを確認する。特に計算のあたりと、それから型の変換のあたりですね、まあ大体いいような気はするけど、まあその時にひょっとしたらちょっとリファクタリングをかけないといけないかもしれないと。もしそれが思いのほか早くいけば、int16 と uint16 ですね、もうサポートすると。まあ、これも基本的に同じ流れだけど、基本骨格は多分今回、前回と今回でやった分で、大体いけてると思うんで、ちょっといじればサポートできるような気がしますと。で、ここまでの、前回と今回の一連の流れを見るに、フロートとダブルでも、特に型変換のあたりですね、型拡張とか型縮体のあたりがうまくいくかどうかっていうのを検証 しながら、実装する必要がある気がしますね。はあ、いや、こんな大変だと思わなかったわ。それもこれもあれですね、スタックにブール型とか格納しない方がいいみたいな、いうバイト型とか格納しない方がいいっていうのがちょっと案に影響が大きかったですね。はい、というわけで、続きまた次回やりたいと思います。今回もうこれで20回ですよ。僕ツイートで、まあ40回ぐらいまでいけば完成かなって言ってたけど、なんか全然収まりそうにないですね。40回ぐらいでは。まあでも一つ一つ着実にやっていきましょう。ということで、今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回よろしくお願いします。